マヌエルディアスベガは、スペイン出身の元サッカー審判員である。アステュリアス州のサラス出身。1987年にプリメーラディビシオンの審判を務める。1991年にフィファのライセンスを取得し国際審判員として活動した。母語であるスペイン語の他に第二言語として英語を使用できる。1994年に フィファ国際審判団に選出され、1994フィファワールドカップにおいて一試合で主審を務めた。また、UEFA チャンピオンズリーグ1995から96では、決勝戦の主審を務めたほか、1992年、バルセロナオリンピックのサッカー競技や、UEFA ユーロ1996でも、主審を務めている。2011年には、 イフスが選ぶ4半世紀の審判100人において、第30位に選ばれた。また、1997年11月16日には、サッカー、日本代表が、初の FIFA フフワールドカップ出場を決めた 1998FIFA フフワールドカップ、アジア予選のアジア第3代表決定戦において、主審を務めた。1994FIFA フフワールドカップでは一試合を、担当した。 UEFA ユーロ1996では開幕戦であるイングランド対スイス戦を担当した。ありがとうございます。